どうも、こんばんは、エナムです。今回は、東京グルリ、インボーク、新春初夢スペシャルガシャの方を、回していくんですけども、こちらですね、キャラが、今までのスペシャルガシャで出たキャラ全部出てるのかな？全部ってことではないんだろうか。ちょっとよくわかんねえ。はい、アリマですね。これ映画記念アリマだよね。映画アリマで、フクロウ、リゼです。悲劇リゼ、新たプロト、プロトだよね。の、暴走新たプロトですね。の篠原と黒岩に、スペシャル、ゴールデンウィークのリゼですね。よく覚えてたな。ゴールデンウィークパッと出てきたな、よく今。めちゃくちゃ前のキャラなんだけど。かなり、出血で火力が上がるんで、こいつかなり強いはず。ちょっと見ようかな。俺持ってないんでね、この流血の迫撃 GS っていうスキルもあったの知らなかったし、まあ欲しいっちゃ欲しいな、こいつ。まあ今回確定枠まで回さなくて、これステップ1がですね、珍しいこと、ことにですね、SSR 一体確定なんですね。はい。というわけで、ステップ1だけ回していくんですけども、まあ、おすすめじゃあれだよね。まあ、死神。やっぱりみんなが狙うのは死神なのかなと、はい、思います。まあ、俺は、この、ゴールデンウィークリゼが欲しいんだけどね。ということで、まあ、揃えるんだったらこいつら2体も、両方揃えたい。うん、ロマン的に。ロマン編成がしたいよね。うん、敵単体攻撃、2.4 倍の5連ダメージ。瞬間火力はかなり出そうだな。で、防御力2倍か。うん、こいつもあれだよね。安定して、パーティーに入れられるよね。まあ、グールと操作官って縛りがないんで、今は。グループでね、グールだったり操作官って縛りがないんで、味方全の攻撃防御 1.75 倍と、高倍率のバフをですね、両方にかけるっていう。デブ機体窮地回復ですね。ただ HP 回復はないんで、そこは注意。まあそこは防御で補うみたいな感じなのかな。はい。で、フクロウと。まあフクロウを引くとフェスの、猿犬が欲しくなるんでね。また狙わない。ほら、あとフェスね、猿犬だけなんだよね、持ってないのが。で、映画有馬と。まあ、断罪有馬とね、いうことで。1.5 の10連ダメージ、4ターン麻痺状態。はい。ということですね。まあ、まあ、これ、スペシャルガシャの、この、ピックアップが当たるわけじゃないんで、別に、ワンステップ目は。はい、さっさと行きましょう。ただ、SSR が1体確定なんでね、まあ、RC ポイント的には、美味しいんじゃないかなと思います。まあ、最後まで回さないよって方も、ステップ1だけは引いた方がいいんじゃないでしょうか。毎日ね、10連、クリオン、あれめちゃめちゃ SSR 当たるんだよね。おっと、捜査官だぞ。ここでもリゼという俺のあの狙いはもう外れたわけだが、まあどうせなら持ってない黒岩篠原暴走の方ね。うわー、今のこのさ、タラララララランが聞こえたからさ、ちょ期待しちゃってめちゃめちゃ期待しちゃったけど、はい、ということですね。俺持ってなかったんだな、知らず。それすらも忘れてしまってたんだが、知らず持ってなかったみたいですね。ということで、まあ持ってなかったんで、よかったです。はい、当たりっちゃ当たりですね。皆さんは何か、ステップ1、多分ステップ1だけ引いた方は多いと思うんで、まあ何が当たったかよかったらコメント欄にですね、書いていってください。ではまた次回の実況動画で、お会いしましょう。お疲れ様でした。今回もイラストが届いております。どうぞ。